はい、今日もね、サイゼリヤに来ています。では乾杯。めっちゃうまい。はい、そういえばですね、北九州ラーメン王座選手権2024の結果発表がありました。1位ラーメン一心、2位麺屋二郎小倉店、3位ラーメンとんぺ、4位建立、5位満天ラーメンのようでしたね。一心さんが優勝しましたね。すごいね。はい、どうも皆さんこんばんは。今日はね、3月21日かな、金曜日なんですけど、今ね、火の橋を歩いてます。これ分かりますか？今火の橋なんですけどね、橋に炎がついてるの分かりますね、これね、すごいよね。さっき前ね、時矢橋を渡ろうかなとか思ったんですけど、火の橋でね、火がついたので急遽ね、こっちを今通ってます。これ本物の火なんかね、めっちゃ火がついてる。どうなんやろ、これすごいね。はい、で今日はですね、京町を、夜の京町商店街とかあの辺をね、散策してみたいなと思います。では行ってきます。こんな感じ。久々に見ましたね、火の橋にね、火が灯ってるの。さあ、今室町から仙道町に来て、こっちに来たら京町ですね。日の入りの時間が遅くなってきたんでね、結構ね待ちました。さっきもね、サイゼリアでビール2杯飲んで、それでも明るかったので缶コーヒーとか飲みながら過ごしてましたね。日の入り時間は6時半なんですよね。めっちゃ派手な服がある。あれ、ピンクと青と蛍光の黄緑のね、派手やね。古着屋さん、さあ京町銀店街、結構閉まったお店が多いね。ファンファン。またこの骸骨があります。
京町銀天街はね、人がやっぱ少ないですね。スマイルホテル。桜祭りがありますね。このね、武将隊見たいんですけどね。どうかな。救急車が来てます。辻利茶屋閉まってますね。そんな早いんやね、閉まるのが。まだ6時40分なんですけどね。クリスマスシーズンとかだとないの。よし、こっち行こうかね。見て、祇園めっちゃチャリ止まっとう。めちゃくちゃ人気やん。まだキャッチの人いますね。ごっちゃん小倉商店地めっちゃ派手。点滅してきたわけ。すごい、鳥松人気やね。ちょっとこっちから行こうかね。皆さんね、
仕事が終わって帰っている人が多いですね。いい感じで暗くなってきました。ここ平和通りね。行ってみようか。純公園とかある方にもうね歩いてみたいと思います。あ、ここ京町じゃなくて米町でしたね。しくじった。まあね、せっかくやなんで米町戻りますか。ラーメン一流。純公園、ここのねタンがめっちゃうまいんですよね。米町公園ですね。あそこなんかお店ができと、道の屋、お疲れ様です。ここもね、焼き鳥屋とかたくさんありますよ。沖縄居酒屋シーグア。小料理小文字、焼き鳥いっちゃんがなくなってますね。あら、ここも借家になっと。
牛ちゃん。よし、こっち行ってみようか。炭焼き小屋、もう3年ぐらい前にね、2回ぐらい行ったことあります。焼き鳥屋さんがやっぱめちゃくちゃ多いですね。鳥トンとか大鳥とかね、焼き鳥っちゃんとか、だいたい行ったことありますね。はい、今ね、古文字通りに出てきました。チャチャタウンの方ですね。はい、じゃあそういうことでね、今日はこれぐらいで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。